ヒーローさん、対戦よろしくお願いします。あ、ホリエドはね、結構強いらしいですよね。そのギルガルドとか、あと電気タイプにも強く出れるから、なんかホリエドは今熱いっていう話を聞いたことがなくはない。というわけで、対戦よろしくお願いいたします。まあ、ちなみに僕はめんどくさいんで、パーティー変えてないですけど、まあ、前みたいに催眠術ぶっぱしてるパーティーよかはこっちの方が評価高いでしょ。とりあえず、ボルトロスは出していきたいですね。あのアシレーヌとなってるの、アシレーヌがとりあえず重いんですよ。マジでうざいんだけど、アシレーヌ倒すためのポケモンが、まあ、キノガッサがナットレに止められるから、なんかボルトロスこいつ気合い玉あるんで、ナットレ無理やりぶっ飛ばすみたいな。まあ、そんな感じで。てか、キノガッサとボルトロスこれ一緒。いや、リザードンも重いんだよな。リザードンに展開される前に、ステルスロックを巻いときたいってのは、まああるけど、まあ、とりあえず初手ボルトロスからでいっか。ボルト、時間な。待って。待って、時間な。ボルトカバー、ルカリオとかで、行く？なんか若干不安あるけど。まあいいや。最近よく聞かれるんですよね。今からポケモン始めても遅いですかみたいな。まあ、新生活始まって、なんか最近になって僕の動画をね、見てくれるようになった大学生諸君とかもいるみたいで、そういう質問が最近ちょくちょく飛んでくるんですけど、まあ、これに対する答えは、今始めても遅いということはないと思います。かくいう私も、まあ、以前、ブラックホワイト2という、まあ、ポケモンのタイトルがあった時期があったんですけど、が、発売される1ヶ月前にその前作であるブラックホワイトを買ってそこから育成とかしてポケモン始めたんですけど、普通に全然なんかそれでブラックホワイト買うの遅かったなって思うことはなかったし、今は昔に比べたらもっとポケモン人口増えてると思うんで全然楽しめると思います。んー、どうしましょうかね。これフェローチェか。ボルトロスまだ切りたくないんだよな。でもカバルドンに添えた段階でトンボ返りされるとめんどくさいんだよな。でもここ電気技打ってトンボ狩り打ってホルードとか出てこられてもめんどくさいんだよな。だよなだよなだよな。いやでもね、ここはさ、フェローチ側さあ、でも冷凍ビームがあんのか。あ、そうかそうかそうか。フェローチってこれいつあれか、ビーム使えんのか。あー、まあ、10万打つか。普通にトンボ打ってきましたね。これホルードかな。なんとかホルードだと思うんだけど、弾ナットレ、あと1匹僕アシエの予想なんだけど違いますかね。ナットレに対してはさ、割と無理やりカバルドン投げてってもいい説あるけど。残飯、ルカリオ出しか。ルカリオ、いやカバルドンの HP はまだ取っといた方がいいよな。ルカリオだよなここ。あの今ポケモン買うんであれば、この動画が投稿されてる日におそらく発売されてるであろう任天堂スイッチのマリオカート買うけどね。ここでもルカリオリターンにさ、まあ、万が一さフェローチが合わせられたらさ結構しんどいんですよね。オッケーオッケーオッケー。殴ってきてくれる優しい、まあ、勝ち負けじゃないしジャイロもそんな入らん。身代わりを張るのはいいな。そのアシレーヌ出てきたらラスカラスカでいいし、多分ナットレは多分引いてくるはずなんだよな。また刺さって、ただ身代わり張った時のディスアドバンテージになるパターンがリザードンか。そのリザードンはニトロチャージ打ってくる可能性があるんで、ここインファでいっか。インファ飛ばして身代わりあります。ちょっと欲張ります。はい、あ、突っ張ってきたナットレ。捨てていいってこと？もしか多分ナットレ切ってなんかニトロチャージとかで展開しようとしてるんだろうな。これヤドリギとかだったらでもうまいんで、デンジャーとか身代わり打ったんですけど、ジャイロ突っ張割れるかな。さすがに割れるか。いや、メガルカリオになったら耐久力上がるし、ワンチャンジャイロボール耐えないかなと思ったけど、考えが甘々の甘でしたね。これワンチャンしかもインファで飛ばせない可能性があるっていうね。ここで引かれるとさ、あ、面白くないと思ったけど、よし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 。いや、ナットレ本当に HB に防御にぶっぱで振るとルカリオのインファイト耐えてくるから、恐ろしいポケモンですよ。最近ルカリオ活躍、アシレーヌがやっぱり最近ルカリオさ活躍してなかったからさ、ここで活躍、ここでっていうか、なんか久々に進出して割と活躍しそうな雰囲気があるのは嬉しい。どうしようかな。なんだっけ相手のラスト、ゴキブリでしょ。ゴキブリか。ゴキブリ冷凍ビームあるんだよな。ルカリオ切りが正解かな。僕もう飛行に引けないって状況か。絶対にボルトでアシレーヌ処理しなきゃダメだから、ラスカやな。
交代できないですね、これルカリを切るしかないですね。いろいろ考えてみたけど、いやーこれ負け臭がさ濃厚なんだけどいやさすがにアクアジェット打ってこないよな、このタイミング。このタイミングアクアジェット打たないよな、さすがに絶対ムーンフォースだよな。もう高速移動積むしか勝ち筋なさそうなんだけど、まあ、10万でまあまあまあですよね。結果高速移動積まないのは正解だけど、絶対にこれ冷凍ビームで詰められる。カバルドンがカバルドン多分冷凍ビーム一発は耐えるんですけど、ゴキブリのフェローチを2発で落とせる技がないんだよな。やだよなーだよなスパイス上がるのは OK、 まあ別に全然構わない。ヘロチェはさめちゃくちゃ柔らかいからさ、なんかワンチャン地震で死んでくんないかな。ナマケル連打で粘れた可能性もなくはないけどちょ頑張れ、こいつめちゃくちゃ柔らけえから、ちょお願い、なんかバグって落ちてと無理でしたね。はい、ヨグルティさん対戦よろしくお願いします。不思議バナヒードラン、うーんこれどっちでもいいけどな、なんかサメで噛み砕いていってもいいけど、ルカリオで負荷かけていってもいいけど、でもルカリオを選出する場合はテテフスカーフテテフオアスカーフランドロスのケアがめんどくさくなる。てか多分ドランとバナ来ると思うんだよね。バナ多分出されると思うんですよ、キノガスさんめんどくさそうなんで。でバナ出すにおいてめんどくさくなってくるのが多分メガヤンマなんですけど、なんかメガヤンマは結構ヒードランで止めれそうなんで、多分この2体は、まあ、選出されそうかなっていうのが、まあ、個人的な感想であります。んカバルドンであくび巻きまくってサメ肌で身代わり張って抜きにかかるっていう作戦も悪くはなさそうですけど、いやールカリオの方が通るよな、これルカリオの方が通るよな、ルカリオの方が通るよな多分な。対戦よろしくお願いします。クソテテフなめなめ選出しちゃったけど大丈夫か。ロトム、ロトム不思議はな、いやロトム不思議はな、テテフはないと思うんだけどなうーんメガヤンマきついと思うんですけど、どうしましょうか。これステルスロック巻いておいたらいいか、とりあえず。いや首からでいいか、ハイドロボンパー気合でかわします。なに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 、もうやめてやめてやめてねえ、外れない水技使うのやめて。僕の進出予想はとりあえずもう不思議罠と裏ヒードラン確定で動くから、どうやったら勝てるかってのとりあえずもう圧倒的不利な状況から始まってるんで、ボルトロス投げて、まあここ不思議罠に引いてくる可能性あるしな。いやここは Z10 番でいいか、とりあえず素直に。ロトム引っ込める。ランドだったらマジでめんどくさいんだよね。不思議はな。まあ、メガ前は多分結構柔らかいと思うんで、まあ、砂込みで結構あいいダメージ入る。で、光合成は打ってもどうせ大した回復量にならないから、砂まってるうちは。いやー、でもしんどいぞ、これ。だってこれ相手のラストテテフだったらもう最近に打たれてるだけで負けだもんな。うん、一番嬉しいのはヘドロ爆弾、一番だるいのは当たってしまう眠り子な。よし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 、オッケー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 、身代わりか。不思議はまだ切らないよな、裏次第だけど。うん、バナ切らないと思うから身代わり払おう。だからロトム切りでしょ、ロトム切り。
うまく身代わりを突き刺すことに成功したけど、僕ルカリオ A 削ってるからな絶対いや A ぶっぱのルカリオだったらこんだけ砂め入れときゃインファでロトム貫けた可能性あるけど、こっちの僕のルカリオ A 削ってるから結構苦しいぞ。でやっちょっともう大変、少し足りない。でボルチェンからスカーフテテフだったらマジでオーは終わり。ランドロスはまだあるな、チャンス。うまく立ち回っていきたいですよね。考えるか、まず地震打たれてルカリオが出突っ張った場合負けでしょ。ボルトロスに引いた際にランドロスにトンボ狩り打たれた時のこと考えるか。いやでもそれでもきついよな、トンボ打たれたら。いや相手からしてみれば絶対ここゆとりがあるはずだから、一回トンボ返りでタクミスしてもロトム切ればいいはずだから、ここ多分トンボ返りしてくると思うんですよね。だから身代わりさそう。岩石封じでもいいよ。よっしゃー強いわー、身代わり割れないわー。これも惚れるプレイングでしょう、完全に。相手の心理状況を読んだドヤ身代わり突き刺し。不思議花がラスターカノンで落とせなかったら負けにつながります。ここはラスターカノン打ちます。おらっ！オッケー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 。やばすぎんこれ。自分で自分のこと天才だと思うわこれ。やったぜ、対戦ありがとうございました。ニコニコ超会議のパスもらったので明日から東京に行って2日間遊んできます。何度も言ってますが30日はステージ上でポケモンの対戦やって、まあ、多分放送もされるはずなので、ぜひぜひ僕の応援をよろしくお願いいたします。それじゃ、動画のご視聴ありがとうございました。前の動画は左、次の動画は右の枠からご視聴いただけます。チャンネル登録は真ん中の緑のアイコンからご登録いただけます。これ僕のオリジナルキャラクターのバーっていうやつなんで、よかったら覚えて帰ってください。その他動画は説明文にまとめてあるので、興味があればよろしくお願いいたします。